ヒデポン、次回また見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、OK です。お疲れ様です。お疲れ様です。おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。あ、スマホなんですね。とりあえず、あ、はい、おはようございます。今日よろしくお願いします。お願いします。あ、今日、明日ね、明日お願いします。いや、もう今日から、はい、あの、はい、機材を僕一人じゃ持っていけないので、はい、あ、はいはいはい、一緒にまずバラすところから覚えていただいて、はいはい、明日カメラやるんですよね。やりますよ、やりますよ、はいはい、やりますよ。ヘラヘラしてるけど、いや別にだってそっちがヘラヘラしてるからじゃん。結構大変だから、まずちょっとバラすのとか、はいはい、ちょっとうちの AD に教わってもらって。あ、分かりました。じゃあまずそっから行こうかと思う、はいはいはい、思います。いいですか。あ、全然全然、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、でやってみたいなって言ったら、じゃあやってみたら映画なみたいに言われたんで、そうね、じゃあお願いします。あ、お疲れです。お疲れ様です。そうよね、そういう経緯ですもん。はい、そうなんですよ。いやいや、なんか俺本気だからね。あ、なるほど、はい、ちゃんと、まあ、そう、もうほら、先行きないから、こっちでなんとかみたいな、一応逃げ道作れたらなぐらいに思ってきてるんで、ね、必要ができんならみたいなとかあるしね。あ、まあそれはまた違うけど、あまあ食えんじゃねえかなぐらいにはね。まあ、とりあえずバラすところをちょっと教えてあげて言うと、了解です、はい、すいません、教えてください。です、ね、何をすればいいですか。はい、これカメラあるじゃないですか。はいはい。これカメラ、受信機とピンキャノンとカメラ別々のものなんですよ。これを、これがピンキャノンっていうんですか。はい、ピンキャノンっていうんですよ。はい、じゃあ、糸はい、糸、白部分だから。あ、すいません。すげえ出たかる人。これなんですか。メディアはゆうたくんがちゃんとあるからだから、こういう B とか C とか、ちゃんと爪が折れてるかとかちゃんと確認して、ロックがかかってるかを確認して、ゆうたにお願いして。え、ロックがかかってるかどうか。はい、どうぞ。はい、マイク来ました。あ、みんなすごいじゃん、協力体制が全部、はい、え、すげえ、こんなにメディアって使うんですか。これちゃんとこうへこ、ちゃんと箱入れてください。はいはい、出ちゃう。出ちゃうってどういうこと。下に置かない。下に置かない。これ貴重な素材なんですよ。どれじゃない。どれじゃない。え、こんなに、じゃあこうしこうだ。そうなの。で、爪ってどれですか。これ黄色い部分が、はい、まあこれ今ロックかかってる状態です。かかってない状態っていうのはどれのこと。これですね。全然読めねえこれ。うん、シールのところに書いてある。はいはい。なるほど、ロックロックロックっていう方に上にやったらいい、ね。そうそうそう。はい、はい、明日だったらここに伊藤さんの声とヤングさんの声が入って、はいはいはい、これをくっつけて収録をできる体勢を取りたい。じゃあ例えばなんですけど、はい、4人同時でやっててみんな返しつけてるみたいなパターンあるじゃないですか、うんうんうん、あれの時ってこれをもう1個、うんうん、もう1セットつけるってことなんですか、うんうん、まだそれ考えないでいいです。え、そうなの。あ、そこはまだ早い。すいません、すいません、はい、大丈夫です。はい、そうそうそう、はい、押しながら上にポコッと、そう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 、はい、いきますか。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。なんで撮るの。どこで使うのこれ。ちょっとロードムービー的な感じ。櫛とか大丈夫ですか。使うと思ってんの俺が櫛。悪いけど悪いけどさ、俺ドライヤーって20年ぐらい使ったことないから。でも撮られてるけど本来、うん、はいはい、こっちが取るべきことなのに、それをだからやれよっていうことなんですよ。いや違う、今日はまあ、まあ今日は、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。明日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやちょっと伊藤さん楽しみだな。明日楽しみ、明日楽しみ。自分的にはどうなんですか。うーん、楽しめるかどうか。あー、でもヤングさんと喋りながらみたいな感じなんで、まあ喋る分には、はい、そこは何の心配もしてないですけど、要はカメラを覚えるっていうことが、パチンコ打つんだったら当たった後に
回転数とかも取ってほしいし、大当たりも。はいはいはい。まあ、こっちとしては、あんまアグレッシブにやるよりは、はい、とにかく基本を学びたいと思ってるから。あ、なるほど、なるほど。今後に繋げる、ここはもう修行の場だと思ってる。はい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 、はい、はい。でもあれ、沖さんとのやつもうどんぐらいやってんすか？え、もう2年半ぐらいやってるから。あ、すごいね。そうか、うん。でも準備はしたことないですよね、うん、なんとなく。うん。サーディーからよく言われるのは、画角とか全く気にしないんですねってよく言われる。テロップ入れるって言ってんじゃんとかよく言われるんですよ。そうなのみたいな。そうそうそう、俺はそうね。迷ったら広めなが嬉しいですね、だから僕ら的に。ああ、はいはいはい。寄っちゃってると顔にかかっちゃったりする。あ、これ僕の理想ですけど、はい、伊藤さんがこの企画が進んでって伊藤さん独り立ちいけるなって思ったら、もう僕行かないんで、伊藤さんとヤンガさんで、まあ AD はつけますよ、もちろん荷物持ったりいろいろあるから、はいはい、その辺ができるとすごく助かるなと思ってるんで、うん、まあ、なんかあっても大丈夫なんで、明日本当よろしくお願いします。はい。よし。あ、おはようございます。おはようございます。あ、なんか。カメラマンっぽいな。一応そういう格好黒で、はい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 、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、あときついやりすぎたね、昨日やりすぎましたね、ちょっとね、ちょっとなんかあの初回の仕事の現場の感じじゃないですか。ないですね、はい、やりすぎました、はいはい、ちょっと飲みすぎちゃいましたね、はいはい、まあ、ヤングさんってもうすぐだと思うんでおはようございます。さっきの朝入りもちゃんと来ますね。素晴らしいですね。えらいやろ。えらいえらい。え、伊藤さん来たことあるんですか？先月。あ、そうなの。はい。なるほどね。おはようございます。あ、大丈夫。大丈夫です。あれいっぱい欲しいな、あれな。こいつね、うん、これ欲しいわ。あれ100枚ぐらい欲しいな、一番上のやつ。これ欲しい、うん、今日の目標それやと。すいません、失礼します。ごめんなさい、失礼します。北斗ラッキー取りがってどこ？あ、違います、スマパチ、あ、スマパチちゃうわ、パチンコです。こっち、あ、ありがとうございます。これにしましょう。やっちゃいますか、うん。伊藤にね、カメラマンとは何たるかをね、教えてやりますよ。撮り終わったな、台撮り終わったなってなったら、はい、まあこの機種の今日打つやつのインサート 2、3カット撮っとくみたいな。はい、わかりました。そう、インサートとか撮っていいじゃんと。そうそう、インサート撮って、バンの正面とかね、大事大事、ライバンとか。インサート撮ってる伊藤を撮るっていうね、そうこのな、ちょっと不思議な感覚です、ね、いや、ほんとほんと、この入れ子構造がなんやねんってなってるけど、はい、で、イヤホンをつけてください。あ、音が入ってるかどうか。そうそう、もちろん。音声チェックいいでしょうか？セックス。あ、入ってます、大丈夫です、OK です、最高です。セックス、セックス、セックス、最高です。昨日ちょっとセックス、じゃあ行きます、本番5秒前、4、3。インターネットをご覧の皆様、おはようございます、本日群馬県前橋市に来ております、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。キャビン、よれてる、ちゃんと。よれてる、大丈夫ですか？ちょっとね、あごらへんから来ちゃった。見たこともないぐらい空いてっけど大丈夫ですかね、ほんと。さあ、ということで今回はですね、ちょっと一風変わったムードでお届けしておりますが、はい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 、今回ですね、やっぱヤングチャンネル、はい、いろいろ頑張っていかなきゃいけないって言ってる中、ね、やっぱね、新カメラマンを投入するっていうね、あざすことになって、はい、まあだからね、伊藤さんが朝から僕をね、撮影してるわけですよ、ね、はい、どうなんですか？頑張ります。ちゃう、あのさ、俺思ったんだけどさ、まずさ、はい、
格好から寄せてきてんだっていうさ、そうなのよ、この黒っぽい感じのさ、なんかそうなんだろうなと思って一応、はいはいはい、やっぱカメラマンの人はやっぱ黒子に徹するからね、そうですね、目に映った意見からっつって、はい、伊藤が黒い服着てんなと思って、はい、なんか ね、 面白いね。どうなんですか伊藤さん、カメラマンをやるにあたっての心境は。心境、うん、あのここを踏み台にして仕事増やしたいと思ってます、はい、どんどん踏み台にしてもらって全然いいんですけど、なんかさ、だからこれやっぱ本当おかしなことになってるわけですよ、はいはい、だから伊藤さんやっぱそのまだ本物の純粋なカメラマンではないじゃないですか。もちろんもちろん、はい、だからヤングを撮る伊藤を撮る一岡みたいなはいはいはい、はい、おかしな入れ子構造になってて、はい、こんなのあるみたいなちょっとなってるんですけど、はい、まあまあ今日新米カメラマンとしてね、はい、はい、お願いします。本当これ良ければこっちはなんかタダで教えてもらったらちょっとラッキーかなぐらいの感じで来てます。タダでしょ、お前金もらいながら教えてもらっとるやろ。なんか僕の出来具合に応じてちゃんとギャラがアップしていくみたいなシステム。絵のってことですか。そう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 、大きく出たね、はい、どうですか逆にヤングさんでやっぱ伊藤ちゃんがカメラにいるっていうのは。いやいや、これやってみるとまださここだけでは分からない、やっぱ実践とかがね、そうね、なんか喋りながら見たこともあるし、はい、ゆくゆくはですよ、やっぱ俺と伊藤のセットで、うん、とかやっぱ地方にこれをね、そうそうそう、売っていきたいみたいな気持ちもさはいはいはい、はい、あったりするじゃないですか。あるあるある、うん、まあその際俺三脚とか持つからマジっすか。2人だけで行ってこいみたいなさ、経費のこと考えたら言ってましたよ、最高、ゆくゆくはそうしてもらった方がありがてえ。 だってこれあの伊藤がね、うん、そう、俺を取る伊藤を取る一岡がってやっていくと、はい、ただ手間がかかるそうそうですよね、確かにそうなのよ、ただ無駄じゃないですか。ゆくゆくやっぱ伊藤さんに育ってもらって、そうですよね、やっぱヤングと伊藤で、はい、じゃ地方だなみたいなことになったら楽しいじゃないですか、はい、まあ、そういうのを狙っていきたいっていう気持ちもあるんでね、はい、分かりました。だから伊藤は取る絵にやっぱ漏れがあってはいけないんですよ、うん、はい、今日はしょうがないですよ、うん、はい、やっぱ初回ということで、はい、ということで、本日も入店を済ませておりまして、はいはい、じゃあこのデイステーション、ね、若宮店さんに来ております、はい、今日は若宮ちゃんで実践ということなんですけど、はい、撮ってみて撮ってみて、あのいい、ね、おうおう、そう、撮ってる、うん、どんな絵、どんな絵どうしました。いやいや、でやっぱ D ステに寄せるとそうなんだ。D ステに寄せると、いやいや、やっぱクライアントさん第一なんで、クライアントさんすごいな、その辺な、あれですもんね、伊藤ちゃん。ということで、すでに入店しておりまして台も押さえておりますが、はいはい、今日はね、北斗、うん、ラッキートリガー、うん、これをね、伊藤と共にやっていきたい。本当は伊藤が詳しいスロット台とか、はい、打とうと思ってよく聞いたら大して何も詳しくないっていう話なんでまあまあカバネリだったら相当詳しいですけどね。カバネリはね、カバネリはもう、ね、ズバピタでやってますから設定は。本当に分かんねえって言うじゃん、はいはい、あと今さらカバネリってわけにもいかないじゃないですか。まあ、あとチャンネル的にはヤグさんこの間ほらラッキートリガー入らなかったから16連17連したのに、ね、うん、ラッキートリガー入ってないんですよ。へ、じゃ今日は入れたいっつうので、はいはいはい、北斗でやっていきたいなと思ってます、はい、相性とかもあると思うんですよ。カメラが伊藤さんになったらヤングさんがバカバカしだすとかあるんですよ。だからお前がおらんようになったら急に当たるとかあるじゃん。そうそうそう、あるあるある。だからちょっと見てみたい。あと俺岸本ダメやわあいつも当たらへんもん。泣いちゃうよあいつカリカリ産業なんだから、ね、なんで伊藤との相性とかはもう占いつつ、はい、相性はいいと思いますね。まあそうね、はい、ね、はい、まあということでね、うん、今日は伊藤ちゃんと楽しく、はい、北斗の拳ラッキートリガー、はいはい、こちらの方を打って、うん、ラッキートリガー入れて、はい、たくさん連チャンして帰りたい、はい、このような感じでやっていきたいと思っております、はいはい、ということで本日実践よろしくお願いします。行ってまいります。じゃあ打っていっていいですか。はい、お願いします。お願いします。僕ね今日お金があんまりなくて、はい、財布の中に1万5000しかないですいいんじゃない。だいぶ最初にして最後の諭吉ですよ、はい、これが、はいはい、まあ下ろしに行くんですけど、はい、か伊藤に借りるんですけど、はい、まあ、とりあえず、はい、ヤングの諭吉を投入していきます、はい、ほんで、もうカスタム入れてあります、はいはい、先読みあといきなりフラッシュこの2つで、まあ、だからトゥギューン入って先読んだらほぼ当たりと思ってください、はい、これそもそもいきなりフラッシュだけで 82% あるんでね。おう、さあということでやっていきたいと思います。お願いします。俺がねこれ異常にラッシュに入らないんです、はい、そもそも最初の 50% がってことですか。そう、ああなるほど。めちゃくちゃ当たるんだけど、あの4連単 2,3 回食らってるからね。ああちゃんと止め打ちして
ええ、ちゃんとしてますね。補散補用でバイブが入るように入れてあるんで。ああ、なるほど、そういうところも。これ意外と便利です。はいはい。伊藤さん、今自分で止め打ちしてとか言ったじゃないですか。はい。その時用のハンドルの寄りみたいの取っといてほしいです。ああ、あの固定してるかどうか。はい。固定バカ固定してないかどうか。ああ、してねえわ。ああ、でもこれカメラマンやると思いますけど、なるべく動かしたくないですよね。元に戻すのがめんどくせえ。いやいやいや。そう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 、そういうやつ、そういうやつ。回るもん、いい感じ。うん。これなんかヤングさんの顔がほとんど映ってない気がするんですけど、いいんすかねこれで。いや、だから気になったら自分で変えるんですよ。いや、こんなもんすよ。こんなもんなんすか。こんなもん。ああ、なるほど。視聴者さんが見たいのはヤングの顔じゃないから。ああ、まあそうっすよね。お前決めてかかんな、お前。いやいや、まあたまにですよ。俺の顔も見たい人おるかもわからんやろ、お前。そんなにいないでしょ。顔は。ご尊顔を。なあ、伊藤さんといえばやはりですよ。はい。ヤングチャンネルのフリー素材と言われて。うん、ね、言われてっつうか俺が言ったんだけど、うん、あ、そうですね。うん、まあ、勝手にいろいろ使わせてもらってね。ええええ、伊藤さんの望む形ではない感じでチャンネルにちょこちょこ登場してきたけど、はいはいはい、なかなかあれちゃんと出んの いつぶら初めてではない。たけしさんのとこ。たけしさん、富江でたけしさん。ああ、そうだ、伊藤さんの時になんかトークで出させてもらった。そうだそうだ、た以来ですかね。あれやあれや、はい。で、伊藤さんとヤングさんってもうどれぐらいの付き合いになるの。長いよね、結構長いや。でも、ね、めちゃくちゃ長いわけでもないよ。そうなの、はい。20年とかならんもんな。そうですね、多分。多分それは10年はなるやろうけど、もちろん出会ってからだったらまあ15年とかあるとは思いますけど、多分スロー術に関わった時と同じぐらいの感じなんで。ああ、まあそんな感じやもんね。そうそう、ヤングさんとこう結構仕事するようになったのは。そうか、はい。多分仲良くなったのはあれなんじゃないかな、与那国島。与那国島、そう、与那国島だよね、やっぱね。何それ。与那国島に2人で行ったんすよ。海底遺跡を見に行こうぜっつって。な、伊藤さん、はい、与那国島にその海の中に神殿みたいな場所があって、まあ、それがまた不思議な永遠になってて、スポットになってて、で、あれがその要は昔あったなんていうのかな、文明が海に沈んでそうなってるんじゃねえかってすげえ言われてるんですよ。海底遺跡に見えんのよ。で、それをじゃあ見に行こうっつって、ダイビングの別にライセンスがないんですよ、全く。とりあえず行こうやみたいな、ヤングさんが言ってきたんで、おお、じゃあ行きましょうかみたいに。だって2人で勝手に行ったんですよ。まずその海底遺跡を眺めるためには、うん、その現地のダイビングショップみたいなとこ行って、うんうんうん、お願いしますってやんなきゃいけないんだけど、うん、それ事前にやってなくて、はいはいはい、まあまあ現地行ってから探せばいいやろうみたいになってて、うんうんうん、まあ、僕は一応なんとなくは当てはつけていて、はいはい、ホテルも俺が予約はしたんですよ、その現地の。そうだったっけ。そうなんですよ。で、じゃあとりあえず着きました、レンタカー借りました、うん、まあそれも手配はしときます、うん、レンタカーで、まあ、じゃあとりあえず潜る前に回ろうやみたいな。回ってるとこで、なんかすごいこう景勝地というか崖みたいなところがあって、そこを見たんですね、見に行ったんですよ、はいはい、そしたらまあそこもすでに、え、これ何、自然でこんなのできんのみたいな。当たり、あ、当たった、真剣いったぞ、真剣いった、真剣いったぞ。え、でも鳴ってないですよね。鳴ってない。ああ、めったいかないから。これ当たんじゃね。え、当たんのこれで。鳴ってないのに。どうぞ、ちゃんと取っといて。与那国島の話してんのに。緑。紫だったら70か80番。割れとるもん、ほら、分割。ジャギか、ヒューガ。ジャギ。あー、ヒューガ。これでも当たるよ。あー、あると思う。こんなん行かないもん、先読んでないと。ちょっと盤面に寄ってみましょうか。寄りすぎ寄りすぎ寄りすぎ。これだと寄りすぎ。ちょっと寄りすぎ寄りすぎ。それぐらい、はい。揺れとるもん、ほら。むこれいつも思うけど、パチンコの場合って結構この反射が気になりますよね、うん、気になってんの。はい。
大体当落ボタンとか、そうね、この辺で引く。いやー、外れんのか。はい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 。緑だった。さあ、どうだろう。当たんのか、どっちだろう。いやー、オーラ緑だったからね、ダメかも。外れそう。あー、当たった。当たるんかい。当たりました。はいはいはい。引いちゃっていいですよ。いきなりフラッシュ泣きの先バレなしの当たりでした。はい、2500ポン。早いね。42回転当たるんじゃないですか。これ入るんじゃないですか。まだ当たりのランプについてないか。まだ飛んないでいいよ。あ、そういうこと。ああ、ラウンド消化してるときに大当たりの回転数取りましょうか。なるほど、はい、はい、そう、一連の流れがあるんですね。はいはい。じゃあ、あんまもたもたしてるとラウンド終わっちゃって始まっちゃったりするんで。はい、矢部さん、ここ大事だよ。意外とここ大事よ。一発目ね、うん、出玉作りたいから。もちろんですよ、持ち玉を。色が分からんかった。赤くはなかったね。主張性ない、ブルってもない。たまには入れよ、一発目で。よっしゃ、ナイスナイスナイス。一発も、これ僕にとっては珍しいことです。あ、じゃああれですね、俺だからですね。あ、うん、まあ、いつもと違うところといえば、はいはい、もうそれで、それ今だ、はいはい、お、いいね。お、やってっから。俺もやってっから。はいはいはい。さあ、45分の1ですよ、50回転が。まあ、何のが一番だよね。いきなりフラッシュ、はいはいはい。先読む。ああ、入った。当たりました。おめでとうございます。多分ポキュンは入った後は保留、あれ3個目か4個目だと思うんで。あーはーはー、これの次、次これ、あ、これか。あ、これの次、これです。これでしょう。はい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 。多分これ、全員おるもん。これネクストが一番熱いのかな。誰でもいい、ネクスト。おこれで9ラウンドがもし取れてたらですよ。はい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 。あ、ウイグル先生です。極調来ました。これで9ラウンドが取れたら、その2分1、その2分1、あ、10か、うん、まあ、これは当たりましたよ。病弱な兄が来ました。病気がちやからな、この人。白髪やもん。確かに。はい、行きます。どうも。早い。よし、単発回避。24回転、25か。さあ、ラウンドランプが3ラウンドか。これだから50回転でいかに45分の1を引き続けて、そのうちの 10% をどこで引っ掛けるかっていう。あと、まあ45分の1と確率が高いんで、意外と残歩での復活あたりもあるっていう。あ、なるほどね。ゼロ来い。あー、ダメか。いいんだよ、ダメだ。終わっちゃった。700発。保留がね、こう今減ってってっか。はいはいはい。リーチかかれば当たりですよ、こんなの。かかれ。45分の1なんで、まあ別に仲ないですよね。そう、そう、11回に1回とかあるから、はいはい、っていう話なんでね。ラスト。残念。はい、めっちゃ回る。うん、遠かと思えば、まあ今下村だけど、
伊藤さん、めっちゃ回る話出たら釘を寄りで取っといてほしいんですよ。あ、なるほど。めっちゃ回る話しとったら急にそこまで読んなくてよ、もうちょい、うん、そんぐらいで急に回らんようになった。2、3発入る、あ、1個、はい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 、はい、で、ヤングさんが、いやこれめっちゃ回るわとかって言ってるところの絵に差し込むんだよね。差し込みたい。なるほど、はいはい、そこは時勢を無視した感じですよ。はいはいはい、取り出してそれを差し込むっていう。わー、飲まれちゃう、もうすぐ球が。あ、そうだ、当たってないから、じゃあ今ちょっと相談したいんですけど。どうしました、どうしたらいいですか、俺ギャラ。ああ、確かに。あ、ギャラね。はい、ぶっちゃけ俺ギャラいらないっすよ。そんなこと言わないでくださいよ。まあお勉強させてもらってると思ってるんで、本来だったら多分見習いみたいな人って、まあ何も、まあ、まあまあ安い額でだと思うんすよ、うん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 、だからまあただっていうのもちょっとあれだろうなと思うから、5000円ぐらいもらえたら。そんな安くていいんですか。はい、その代わりですよ、はあ、だから、あ、伊藤はもうなんかカメラのとりあえずセッティングはできるようになったから、うん、あのピントも合わせられるようになったから、うん、じゃあもう今日から1万円とか、ああ、うん、ちょっとずつ次これできたら、あ、なるほど、1万2000円みたいな感じにしてってもらった方がこっちもこうやりがいも出るんじゃないかなと思って。それはお前が決めろよ。なんかまあ、だから編集の時素材を見てってことだよね、うん、とか、そう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 、絵が撮れてんのか、うん、だからこっちもそう言われたら改善しようがあるじゃないですか。あ、これが足りなかったから5000円だったんだなみたいな。やっぱりね、うん、あの制作の内側を言うと、はい、あのディレクターってカメラマン好みってあるんですよ。 あと信頼のもあるし、はいはい、言わなくてもここまでやっといてくれるなって言って、うん、須田はその最下層ですから全くかゆいところに手が届かないからあの人は。じゃあやっぱ田辺さんがやるのとはやっぱ違うんですよ。なるほどなるほど、うん、ただ可愛げだけで仕事を取ってきてる。そうですそうです。場の雰囲気は良くなるからな。なるほどなるほど。あの人はすごいな、可愛げお化けだな。そう、あと機材持ってる。ああそれでかいよね。それでかい。で、伊藤さんもやっぱ機材揃えるのでかいんじゃないですか。あったら結構やっぱ仕事、いや、だからこれはもういけるなと思ったら、うん、機材買いますよ、もちろん。ね、ほんと、さすが機材持ちの可愛げモンスターだったら、うん、これはあの食いっぱぐれない、食いっぱぐれない。あ、そうなんですね。そう、食っていける。お、もうやめて、カメラとか意識あ、なんか揃えようかな。食っていけるかな。編集もできるってやっぱでかいっすよね。あ、お前、うん、そうすんなよ。急に独立話が。いつどうなるかわからないから。いや、だからそれはまあ潰れてからそうすりゃいいんじゃないですか。あ、そうか、うん、あ、はよならんかな。そうね、うん、はい、この独立話はやめたい。え、でもしないと思うよ。あ、うん、で、それでしたら失敗するタイプだと思う。一応岡君とかは。うん、まあ、ぶっちゃけたら独立志向ないからな、言ってるだけで、うん、ねえ、うん、俺を脅したいだけやろお前。いやいや。まあ、そう言われるとしてみようかなみたいなのはあるけど、なんかヤングさでヤングチャンネル その実践とかも、うん、まあまあマイナー機みたいなの打つことあるじゃないですか。あるある。ああいうのって状況良くないことが多くないですか、うん、あるよ。それで負けるのなかなかしんどいですよね。だから最初の頃は再生数を金で買ってると思ったもん。ああ、なるほどなるほど。負けりゃ負けるほどなんか回んだろうみたいな。ああ、で実際やっぱそういうところはあるんですか。バベルはそうやったね。ああ、ちょ、盛り上がりに欠けるな。うん、まあ、こんな時間帯もあるんですよ。あ、俺今すげえ気持ち悪いですもん。それは昨日の酒やろ。全然冷めねえなと思ってます。ああ、来た。これは当たったやろ。頼んます。先読めよ。保留変わってくれれば一番いいんだよ。ああ、来た。大丈夫、はいはい。これは完璧パターン。なるほど。これ先読んでる。これ先読んでる。もうそうすると9割ぐらい当たる感じなんですか。いや、多分多分、ね。もうほぼほぼ。もうあの保留も変化したんで。
月光してます、月光ゾーンみたいなやつ。だからさ、その2つのカスタム入れてるときに先読まなかったらいきなりフラッシュは 82% もないよね多分。まあでも先読まないあたりで中ないんだろうけどって俺は思ってるけど。緑、まあこれは当たりですよ。真剣もう何色でも当たります。はいはい、多分紫か赤、あ黄色でした、もう何でもいい、誰に行こうが。多分ラオウちゃうかな。違った、もう全部外れてますけど言うこと言うこといいんだよ当たるから。いやいやいや当たるからいいんだよ。全部外れんなと思って、選択が違うやつ言っただけでしょうが。すごい、俺当たるもん。そこだけですよね多分当たるの、うん、何だったら外れねえかなと思ってます俺今見てくださいヤングさんが当たるところずっと見てますよ。ドゴーン、はいはい、やったー。まあまあほぼ確率通りみたいな感じなんですかね。2回目これも入れちゃいましょう。頼むぞー、ここも入れよ。青青よし、どうだ、頼む。んだよおたん、また病気が出たぞ。ちくしょう、 あそこからの復活ないよね。ない、見たことないね、うん、ないね。まあ、今日こそラッガー入れたいよね。ねえ、あー、はい、はい、はい、全然いいですよ、全然。いや、とんでもないです。あ、ありがとうございます。お名前入れますか。あんなカメラマンがカメラ掘ってあんなよ、サインするカメラマンとかおる。あんなだよ、カメラ掘ったおかしい、サインしてる。あ、マジっすか。マジっすかじゃねえよ。マジっすかじゃねえよな。あ、そう、そうっすね、最近は。こっちは最近なんやねん、お前。なんだ、最近はカメラもやってますぐらいのこと言ってんのか。あれ終わりました、ファン対応、カメラマンさんの。はいはい、なんかカメラマンそんなおらへんからな、サイン書いてるカメラマンさ。そうっすか、うん、いや須田さんあたりだったらあるんじゃないですか。ないない、そこまではないやろ。ないやろ。よいしょ、追加投資します。もう5000円しかないからね。あ、そういえばそうでしたね。ええ、この後は伊藤に金を借ります。はいはい、カメラマンから金借りる実践もなかなかいいでしょう。ああ、まあ、しょうがない、ヤングだからですよ。ああ、他だったら貸さないんですか。そんなには、はい、ガチで覚えたいんだったら多分、はい、現場よりも一回本当に会社来てもらって一から説明した方がっていう日もあった方がいいかもしれないです。なるほどなるほど、ガチめに。はいはいはい、ただほら皆さん忙しそうじゃないですか。いや別にその1時間ぐらいは全然。あ、そう、はい、他ならぬ伊藤さんですよ。そりゃそうですよ。まあそうだよね。お世話になってますよ。そんな社長命令でやらしますから、ね、今度そうなってきたら今度伊藤さん逆パターンかもしらんけど、はい、今度編集を覚えるってなったらね。あ、それも俺ね、でも多分編集はマジで向いてないと思うんですよね。え、なんでなんで。雑誌の時もそうだったんだよ。雑誌の編集とは全然違うでしょ。僕は雑誌の編集わかんないけど。いや、編集とは違うよ。違うけど、ただその要はレイアウトというかさ、はいはい、こういう風に人に見せたいなみたいなことを考えて作るわけじゃないですか、はいはいはい、雑誌も、はいはい、そう、映像も、はいはいはい、だけど俺別にないんで。自分が出るんだったらこう、だから台本があってこうしてくださいって言われたら、それの通りにできるだけ寄せたいっていう。いやだから伊藤さんね、やっぱね、鉄頭鉄尾受けの人なんですよ。鉄頭鉄尾受け、うん、ないのよ。猪木スタイルなんですよ。こっちはこういう大きさもアプローチしちゃうよ。そう、あ、そうか、全部技は受けるよって。あ、すごいな。その上でなんかどうなんだっていう、ストロングスタイルでやってるから伊藤さん。ある意味、はい、あ、そういう感じでやりたいのねだったらっていう、はいはいはい、伊藤がこうやりたいはないのよ、うんうんうん、まあないかな。
だからあの笑ってはいけないとかも伊藤はプライドをかけてやってますから、はい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 、やりたくないのよ、うん、本人は脱ぐとかね、ただ、うん、やるってなったからにはみたいな、アクセルホッパーおもろかったもんな、本当にやりたくない、いやまあアクセルホッパーとかもまあサタデーナイトにハゲ登場やぞお前、今ちょうど流れてると思いますけど、また流すよポンポンスポポンポンスポン、サタデーナイトにおハゲを集まれ、ポンポンスポポンポンスポンポンポンスポポン、バカテンポ、おハゲなテンポとおハゲなダンスでサタデーナイトにハゲ集合、ポンポンスポポンポンスポンポンポンスポポン、アイムジャグラーポンポンスポポンポンスポン、ジャグラー打ったら投資1000円速攻引か揃わない、ポンスポンポンスポン、おう頭に照明反射でペカって揃わない、ポンポンスポポンポンスポンポンポンスポポン、バカテンポポンポンスポポンポンスポンポンポンスポポン、サタデーナイトにまた会おう。だからヤングさんが当たらないと伊藤さんの過去がどんどん過去動画がどんどん出てきちゃうから尺が埋まんないから、容器あるよ、笑ってはいけない、容器あるよ、なんか尺が埋まんないからな、ちょピオさんにだけ確認取って使っていいか、あんな半分うちのもんやまあまあそうですよねまあないらん許可なんかさあということで、はいはい、ヤングさん今日1万5000ポンしか持ってきてないって言ったんですけど、はい、1万5000ポンすっちゃいました、あらららら、ら大変ですね、うん、はい、金貸して伊藤さん、えちょっと待って今ピント合わせてからピント合わせてからでいいから、はい、お金貸して、はい、えなんで1万5000しか持ってこないですか、いやいろいろあんのよなんかはあったんだ、いろいろあったんだ、昨日ちょいろいろあって、はい、昨日いろいろありそうだもんねだってね、なんかね、うん、えいくら1万、おうおう大丈夫ですか1万で、うん、とりあえずは、はいはい、ありがとうございます、はい、伊藤な、うん、なんでなどう、なんかお辞儀みたいのないのかなと思って、ああすいません借りお借りします、あ、はい、あそういうことね、はいはい、ありがとうございます、はい、全然使ってください、これはだから伊藤のから借りた金でよく当たるなってなったら、はい、これやっぱカメラマンの評価にも直結するとこなんで、え評価になりますそれで、なるんですよやっぱ、まあもう伊藤さんの金なんだったら伊藤さんが打ったっていいんだけどね、俺カメラやらんぞおいな俺カメラやらんからなおいな、もう喫煙所で携帯見てっかんなお前、まあとりあえずねお昼も近くはなってますけど、まあだから当ててお昼行きたいっすよね、うん、あそう当ててなんならラッキートリガーも入れて、なんか言ったら僕の初陣みたいなところもあるわけじゃないですか、まあそうそうそう、側面としてはさあそう、ちょっとやっぱもう飾り、そう花飾ってもらいたいですよね、そうね、うん、分かるよ、うん、ごめんなさいファン対応をお願いします、あ、はい、はいはい、ありがとうございます、その説はどうもありがとうございます、今日わざわざありがとうございます、ああ、ああ、ありがとうございます、ありがとうございます、写真撮りましょう、おそう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 、ガーデン前橋それね大崎さんと1回これか、うん、1回これ言ってたやつ、はい、2人でやるやつなんで、ありがとうございます、うん、そうそうそう、ぜひぜひ来てくださいよし写真撮りましょう、はい、伊藤さんも、はい、はい、それにしてもヤングさん当たらなすぎじゃないですか、うん、これ180回転、俺思うんすけど、うん、世間の認識って180回転取っといて、うん、はい、あそうやって言ったらねそう確かにね、うん、180回転のとこ大事よね、そうでしょ、うん、そういうの、え世間の認識が何なの喋りながら撮ってていいんですよ伊藤さん、うん、伊藤さんね、う世間の認識はなんかヤングさんって引き強いみたいなイメージ多少あると思うんだよね、あんまり弱いっていうイメージは実際のその弱さとみんなが描いてるイメージみたいなののギャップがあるライターさんの中でまあまあ上のクラスじゃないかなと思うんですけど、ね、どういうこと、本当はヘッポコってこと、まあまあ引きは弱いまあ最近ね、ここなまあ何年かっていうか、まあ昔は強かったかもしれないけど、たまに目立つことするからじゃない、なんかあたまに目立ってます、出玉で、いや分からんけどあ、いやあ、ついに546でギブ、これ打ち頃じゃない？な、打ちてえな。
お前が打ちたくなるような台やろ。打ちたくなるね。絶対出るよこれ。え、ハマったら出る派？ハマったら出る派。あ、それはもう古いと思いますよ。はい、出る台は出る派に変わった方がいいんじゃないかな。そうそう、出る台は出る派だ、ね、それ、うん、俺もそうだもん、どっちかっていうと。でもなんか、連チャン終わった後の台とか絶対打ちたくないけどな。すぐ入ってすぐ連チャンすること、そうそうそう、結構あるよ。おい、ならなすぎじゃねえかこれ。おい、いや、まあ隣見てくださいよ。隣、いや、だからまだ道半ばですよ。ちゃうよ、なんで2台で800回もハマっとんのやな。確かに、おかしいやろ。もう一回おしっこしてくる俺。はいはい。なぜこんなにならない。トイレどこだっけ。向こうですね。こっちか、こっちか。伊藤さん、打っちゃおうか。打っちゃう。うん、当たるかな。当てちゃおう。俺の金なんだよな。すぐなんじゃない。パチンコは強いっすよ、結構。ほら、ほらね、な、当たっちゃうよすぐ。今入った時、なるなって思ったもん。まあ、もうなあ、ね、簡単だよ、はい、俺もそんな気したんだよな。まあ、2発目ですからね。あ、これで 50% も通して。結局伊藤が打ってんじゃん。すぐなったね。あれ2回転で2回転で、うん、2回転です、うん、補給したんで。超簡単だった。どういうことよ。投資行ったもん、これ絶対当たるよ。ああ、もう押しと変われ。もうなんかあれなんじゃないですか。どういうことやね。時代じゃないんじゃないですか。ヒロシもそろそろ。いや、これな、すごいで、こんなできるカメラマンいないですよ。だってハマってる演者の代わりに当ててくれるんやろ。まあまあ、ちょっと2回転かかっちゃいましたけどね。すいません。ありがとうございます。いえいえいえ、簡単でしたよ。でも何やってんだよと思ったら。どうも。いや、いいですね。伊藤さん、これ入ってます？入ってると思いますよ。 ありがとうございます、はいはい、すごいよね、伊藤さんの金だしな、これ。あ、本当や。確かに確かに。伊藤が伊藤の金であると。あ、至極当たり前のことか、すごいよね。そういう話か。確かに確かに。259ね、入るに決まってるんじゃないですか。地獄だ、地獄。あ、いいですよ、取ったんでこっちで、はい。黄色、ブルった。あー、うわー、さすが水筒さん。すごい、さすが水筒さん。マジすげー、まあまあ、初回なんでね。これぐらいはしないと、やっぱり。そっか、はい、伊藤に助けてもらった。すごい、これ引き強にはないね。ない。ありがとうございます。最高、最高です。ここまでですよ、こっちもできるのは。ああ、ありがとうございます。ここからはもうやっぱ演者さんの力で、お膳立てしていただいたら。お願いしますよ。こんなもんもバッチリ。今だ、最高だな。ここまでしていただければ、もうあと鳴らすだけなんで、僕が。そうですよね。だってさっきね、50回外してんすよ。はいはいはい。ちょっと半分終わってんですけど、大丈夫ですか。どうでしょう。え、駆け抜け勘弁してよ、ちょっと。嘘でしょ。え、もう一回、もう一回、これ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 。ああ、リーチだ。ああ、それリーチかかるもんだと思ってた、うん、あれ、うわー。あ、いいですよ、いいですよ、まだ残歩あるから。うわー、ゴミクソじゃん。いや、ほんと、ほんと、やらかししかしてませんね。ほんとよ。はい、行きましょう。所詮伊藤の当てた台ではダメやな。ひでえ言い草だな。2万負けちゃった。お、今日調子悪いな。いや、よくないね。ここはだからご飯でちょっと買いましょうよ、流れをね、はい、はいはい、呼ばれましょう。はい、お昼行こう。美味しい？ん？美味しい？ああ、うまいうまい、美味しいですよ。はい、え、今いくら？使え？はい。2万500円。あら、じゃああと4500円ね。うん。
これ3万使ったらいよいよ厳しいですね。いよいよ厳しい。いよきびです。いよきびですね。いよきびだな。実際ヤングさんもう300回転以上ポキュンさせてないわけですからね。そういうこと言わないで。え、そういうこと言わないで。伊藤さん2回転でポキュンしたの。そう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 。あのね、これやっぱなるなる問題、ならなくなるじゃない。はいはい。だからもう慣れ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 思いながら打ってるじゃん。はいはい。ならないんですよ。じゃあもういっそのことは並んでええって思ったらいいんじゃないですか。そう、なるな、いや言ってるだけだからそれ。あ、思えてないからやっぱり。ああ、バレちゃいました。ええ、まあ分かりやすいからな、ヤングさんは。分かりやすい。まあ逆にこんだけ嘘つけない人も珍しいと思う。そうね、なかなか人としてここまで嘘が下手な人っていないよ。ちょっと能力だとは思います。何の得することある俺。いや、得しかしてないんじゃないですか。マジで、はい、結構損してると思ってますよ。伊藤嘘つけんのかよ。僕ですか。平気で嘘つけますよ。伊藤さんはつきそうだな。つけるんや。まあ、俺がつきたいと思えば。あ、先読み本当に入ったよ。あ、本当だ、本当だ。本当に入ったよ。本当に。うん、だから見てください、このドゥックンドゥックンを。お、伊藤ちゃんが寄ってるよ。うん、ブルレブルなし。はい、ないの。でも先読んでっから。これ、この状態のまま当たったりすっかんね。あ、そうね。ドックンドックンしながら。変化せずにってことですか。あ、またほら、透明な板の上で土下座するよ。これは大丈夫でしょう。何やった今。え、そう入ってんの先読み、本当に。あ、それ問題。ちょっと勘弁してよ、ヤングさん。さすがに。マジで。左右共通部。あ、ギアクラはいきなり全然入ってないじゃん。ギアクラ何も入ってないじゃん。おやってんな、ヒロシ。ギアクラッシュモードはオフでやろ。いきなりフラッシュモードオンやろ。先読み大ちゃん入ってないじゃん。ちょっともうマジで。なんだっすか。さあ頑張っていこう。いやもうなんだったの、あれ。何だったの。かまってちゃんじゃん。ほんとかまちょだね。うるせえな。どっちにしたって当たってねえんだからいいだろ別に。いやいや、だからあれをちゃんとカスタムしてたら当たってたかもしれないみたいなね、論法も成り立ちますから。ちゃうよ。じゃあカスタムしてたら出ないんだよ。いやもうそういう尺の稼げたらいらないんだよな。そうなんだ。稼いでないもん今日。ほらこういう立場になっちゃうと2対1だからやがらちょっと分が悪いよね。うるせえなって思ってるもん。ハハハハハハ。あ、2万5千すっちゃった。うち1万は俺の。あ、だってもう俺これでまた1枚出したらむしろヤングさんより俺のが出してる。、うん、ついになっちゃいますよ。超えちゃいますけど結果ね、はい、結果形としてはそうなりますけど、はい、まあいいじゃないですか。いやまあいいんですけど。お金貸して。あ、それなんか言ってたね。やってたね。やってたやつだ。見た見た。ヤングチャンネルで見たそれ。おう、お金貸して。ほらほら、はい、ありがとうございます。僕ね、お財布入れるとき逆に入れてるんですよ。なんでなんかよく言うよね、うん、入ってくるみたいな。なんか二階堂亜紀さんが昔これ逆に入れてると出ていきたくないからみたいなこと言ってて、そうそうそう、なるほどなと思って、それからずっと逆で。なるほどなって、あ、亜紀、うん、譲りなんだ。亜紀譲りです。ということで2万5000だから 3.5 枚目ですねこれね。今日ちょっとなやりにくいな。うん、3枚目とか4枚目とか5000入れちゃったから足りると思ったんですよ。はい。おお、これ100回転に当たれや。これまたや当たらなんだこれ。あ、眠くなってきちゃった。うん、すっごくね。寝に行くなって。目閉じちゃダメだよ。目閉じたらダメだ。雪山じゃないか。雪山じゃない。遭難してるわけじゃないから。ダメだ目閉じたら。あ、こういう時撮るのか。ヤグちゃん、そうそう、眠いよ。練習して練習。俺の目を覚まさせるのはポキュンしかない。おい、よし、先読みも入ってる。おし、当たった。いいでしょう。サンデリーチを願いましょう。そうだね。入山角之助。あー、やっとか。3万も使っとる。いきなりだ。
てめえらの血は何色ですか。あ、2だ。当たる、絶対当たる、はいはい、ただ2がね、はぁ、これね、ほんとラッシュいかないんですよ。次、絶対入れる。2でも入れる、2でも入れる。隣が入るかどうかやな。よいしょ。You are shock。 さあ大事だよ、大事。お願いします。白か、なんだよ。赤、視聴性、あーない。ブル、うわー、酒屋が 50% も取れないの、うん、はい、手じゃねえよ。当たりも引けなきゃ、2分1も外して。次早いよ。この展開からまさかの大逆転みたいななくはないけど、なさそうっすよね。え、会話もうね、うん、シャットアウトしてるね、これ。あの、だから笑い飯スタイルですよ。どういうこと、どういうこと、変われんって。俺がやれって、変われんって。笑い飯スタイルね。今回手こずってるじゃん、ちょっとね。そうなんですよね。なんないんや。ならないの、伊藤。まだならないっす。何やってんだよ。そっくりそのまま返すわ。俺来店してんのか、あの人は。本当にプラ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 アイス食ってプラプラして、これ来店の仕事に含まれるのか。いいのか、こんなんで。一応彼なりにボケてるみたいですよ。え、あ、なるほど、うん、お茶目な一応、ね、リゼロのパネルの後ろで一応鳴らせよ早く。あれ、ついにそんな夫人。すごいな、もうバトルロイヤルや。もうヤングさんの眠気が冷めたってなったら、これもう鬼に金棒ですよ。そうなんすか。うん、ケンシロウ勝って揃った。あ、よかった。先読んでたんだね、じゃあ。そうそう、だからバレなしの。そう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 。よし、ここは思い切って右打ちしよう。163回、赤、赤じゃね、頼みます。白かよ、また。ちょっとちょっと色つきと熱いんだけどな。頼む頼む頼む。視聴性ない。よし、あー、よかった。とりあえず、よかった、とりあえず、あ、マジでよかった、とりあえず、あ、よかった、とりあえず、頼む。じゃあ頑張りましょうね。はい、お願いします。みんなで、みんなで、伊藤さんの初陣を、はいはい、お願いします。勝利が飾らんとな。はい、当たり前じゃん、これ渾身の今だまんやるから。投資いくら、投資、37,500本。いったな、いったな。今だ、パカオーンって言えばいいだけなんですよ。そうなんですよ。あ、先読め、これ白点滅、ダメか、ダメか、あ、ダメ、あ、緑補充になった。でもこれリーチになるやつ、あ、リーチにはなるな、なると思いたい。腹がボン、油が出てくる、はいはい、当たりじゃん。いや、通常時は関係ないんだっけ。通常時だけ、ああ通常時だけなんだ。こぼしキングが来ました。ちょっとあんま良くないな。あと20回ぐらい、どうなんでしょう。44分の1。うわー、もう見飽きたこの画面と。さあ気を取り直していこう。はい、まだまだやぞ。厳しいっすよね。え、今のところこのまんまだと、なんか汚れに汚れまくってる気も。いやいや、なんか、もないですけど。いや、初陣飾れなくてもいいから早く帰りたいみたいなビームとか出してるの。あ、分かっちゃいました。ああ、
もはや勝敗のことはもう横に置いといてみたいな感じになってますね。横置くなよ。お前もな今風吹かしたの。してないっす、してないっす。エアコンじゃないっすか。お前今風吹かしたの。北口君こうやって当たったんだよお前。しかし当たんねえな。こんなに当たんなくていいっすか。ほんとよ。何これ。俺ちょっと不安になってきてるよ。これどういう編集になるんだろう。ぶっちゃけこれちゃんと落ち着きますから。ああ本当ですか。落ち着きます。これどういう終わり方になるんだろう。いやこれより俺は今店内 ATM でマックス額借りてきますから。はいはい、バラキョーン。いい音あれ聞きたいのよ。おお。わあ、それ待ってました。聞きたかったやつ。先読んでるよ。待ってた待ってた。よかったよかった。先読んでる。170回もハマってる。さあコーヒーでも呼ばれよ。いいですね。45,500円。頑張っていこう。はい。45,500。初当たり6回目。6回目。変わらん。あ頼む。2回連続ラッシュ入れることが大事ですから。はい。たまにはあっていいやろ。頑張ろう。2連続ラッシュに入るってことがないな。連チャンしとるしとる、うん、あっちは景気がいいですね。 あれ27まで伸びたら平均だから。なるほど。あまあ何回目で入ったからによるけどね、うん。はい、いやー、いい、早い、早い、早い。有言実行。これもまた持ち玉やぞ、はい、よし。先行し先読んでおるぞ。先読んでますね。今回は早い、8回転3点しろ、次。シャオちゃん来た。月光。へー、こんななんだ。図柄図柄3で来い。3くれ。3頼む。3石かー。今当たります。さあ早かったよ。今日初の一桁台。一桁あたり腹立つ。さあ保留させていこう。また一桁で当てるぞ。絶対 50% じゃないと思うんだけど。弾増えてますから。あこのあと次は何回転で当たるか予想してもらっていいですか。予想、はい、62。おお、なんかリアルだな、うん、ありそう。これぶっちゃけ成立すんの。しない。成立はし、まあそれはするでしょうけど、まあ伊藤の顔見せ工業みたいなこと。まあそうなっちゃうよな。やっぱあの伊藤さんが入れたやつをスルーしちゃったのはきつすぎるよね。まああの2回転の、ね、あれね、あそこが今のところピークだったのかみたいな。しょうがねえだろ、まあもう済んだことガチャ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 。そこまで言ってないけど、うん、ガチャぐらいしか、ガチャぐらいしか言ってないけど、うん。ぴょぴょん。ああそれね、待ってた待ってた。何回転？57だけど60に近いよ。おすごいね。58、55、60回転目か。あすごいすごい。62にほぼ近い。ノストラヤング。多分これ先読んでるよね。ノストラヤング読んでる読んでる。やるね。あごめんなさい、2回転ずれました。あま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 あ。ごめんなさい、早い方がいい。ごめんなさい。早いならいいじゃん。ごめんなさい。本当これ。いやこれで入れてほしい、うん、星1個しかなかった。先読んでたんでしょ、うん、え 85% え復活 100% ではないんですよね。復活じゃない、先読んでたんだとしたら。
ダメ。減らないんじゃない？いやもう減った減った。さあ頑張っていこう。うわこれが一番きついわ本当にね。えダメージがでかいっすね。先読み予告の発生信頼度 95.9% だ。いや外れたんやそれがなかなかですね。 4.1 ぐらい引くよ。限度額いっぱい引き出してやりましたよ今5万5000負けてんでしたっけ、はいはい、8号まではいけるぞ。ついてこい俺に。行きたくねえ。どうする、こっから500回ハマるとかさ。やめてやめて、ほんとやめて本当に。お前地獄には上には上があるってことをさ。そうですね、ほんとやめて、はい、絶妙にね、みんな疲れがやっぱね、隠せなくなってますね。はい、ふんわりと空気感がギスギスし始めてます。ギスギスはしてないですけど、まあね、いつ帰れるのかなと思ってます。うん、そうね。多分過去一ひどくない？これは過去一ひどいよ。マジでね。ヤングチャンネル史上始まって一番のひどい実践ですよ。ちょっとあるよね。伊藤が来た途端に。うん、いや本当にそうだよね。俺のせいなのかな。いやそんなことは一言も言ってないですよ。まあ、ただまあ事実として僕が来たら、まあ、そう偶然の不調ってあんのかなっていう。今日伊藤が初めて来ました新企画、はい、こんなにひどいことって今までなかったよねっていう、はいはいはい、ただそれだけの話ですよ。ああ6万やられてる絶対ねこの店なんかやってるよやめろやめろよやめろやめろ信じちゃうだろやってるわけないじゃん、ねえ、すごい、あれちゃんとだよねって言われるかと思ったら、ちゃんとしてた、やってるわけないじゃんって言われた。もうヤングの味方いないじゃん。本当や。じゃ本当ガチで一回タバコ吸い行きません？そうそう。なんか俺はなんか変えません？その意見に大賛成だ、ね。なんか俺これダラダラやってたら。今一岡さんがねすごくいいこと言った。もうダメな気するよ。はいはい。おしっこしてタバコ吸おう。喫煙所用でタバコ吸おう。最高のオチは、うん、まあ6万9千円ぐらいで当たって。うん、ラッガーも入る、しょぼれ取り返せない、2000発みたいな、なんか4連みたいな、なんだよ。まあ7万までと決まったんで、はい、ここは気は楽ですよね。そうね。さあ6万5000すっちゃいました。7枚目ですよ。あと5000打ったらやめよう。はい、まあもう打ったってことにしてやめてもいいですけどね。やめろお前だからさ、7万使って今初当たり7回やろ。1万円に1回、しかもまあ1回当たるごとに300発は出るからね。はいはいはい。なんかやっぱ200分の1ぐらいってことですよ、初当たりが。はあはあはあ。もうちょっとそこら辺寝っ転がれる場所あるか、なんかいくらでもあるよいくらでもあるから。あ、そうですか。大丈夫。あ、よかったです。96% 外してっかな。あ、そんなこともありましたね。うん。まあでもちょっと先読んでたかどうか問題はあるけど。じゃ読んでたって。読んでたっつうの。読んでた。うん。俺やっぱ信じられないね。96。まあ、見て編集したら分かるわ。分かる。読んでんな確かに出て。白黒になるやつで推移していくやつだった。え、それが60回転のやつだっけ。そう、60回転。もう300も回してんの。うん、そっから。何にもねえからな。うわー怖い。はあ、換金できんかったら10日もクソもねえからな。本当っすね。うん、あと1000円だっつってんのに下村嫌ですね。そう食らってんの。踏んだり蹴ったりだ。でも一応か予想では6万9500円でなるんやもんな。なる。まあ持ってっかんね。持ってるから。おお、先読んだ。ちょっとそんなとこでしょう。先読んだ。6万9000目だけど。ああそうか。もう押しちゃってよ。6万9500円でしょう。ああ、ほぼ今6万9000。ああ6万9000か。うん、いや押せば、まあいいよいいよ。あるあるの玉はない。いや、あるっちゃあるけど、まあどっちもいいよ、10日だから、まあ、いいならなかったよ。ならないパターン、ね、ならないパターン。ほら最後の最後で、ほらやりました一緒に
あと2時間前にやってほしかった。いや俺の予想外れてほしい。アタタンはじゃあじゃあラッシュタンもあるからいやもっと嫌だから。アタタンもあればラッタンもあるから頼む入るだけ入って。うわそうもうええってもうええってアタタンでした。アタタンもうええってアタタンおまた3連続単発やったさあやるぞ。なんだこのディストピア。ちょっときつい。ああもう回っとんの待ってますよ。ああ、はい、ああ今日は本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ねえ群馬に新名所が誕生した通称城本クリニック広場。そうですね、前橋出張所。そうね、前橋出張所。本日爆誕でございます。爆誕室外機だらけの夏場はきついですよこれはもうちょっと暖かくなると。室外機に囲まれたよくわからんコンクール。もうなんやねなのこれマジで。本当だよ。ありますこんなこと。マジで朝から晩まで打って、取れた初当たりが8回、はいね、7万使ってんす、はい、なあ当たったのが8回、ラッシュ入ったのが3回、はいね、そのうちラッシュで連チャン取れたの1回、うんうん、あと0連ですから、うん、勝ちようがないんですよ、ね、伊藤が来た途端この結果かよっていうのをね、うん、我々ね重く受け止めてます、うん。あ、そうなんですね。受け止めたんですね。重く受け止めて、はいはい、もう逃げ場がないもんだって7万負けてさ。あそうね。ほんとこんなのあります。人のせいにもしたいよね。人のせいにもなるよね。全部伊藤が悪い。なんか。まあ、次回はこんなことなんないんじゃないですか。まあな。いやお願いします。次回もこんなんやったら俺も考えるもんいろいろ本当にね。まあ、やっちゃったもんしょうがないし、うん、でせっかくのやっぱ伊藤さん来たのにね次回また初めてみたいな振りもできないじゃないですか。確かに。まあまあしろって言われればしますよ。さすがさすが。呼んでもらってみたいな。お前はいいかお前はいいかもしらんけど俺は無理なんやそういうのが。そうな。今のところ僕的には別に問題だ。どこが問題だったかを知りたいですね。あ、そうだね。はいはいはい、はい、あの次修正すべきところとかを学ばなきゃいけないところがどこなのかっていうのをすごい、すごい真摯にカメラマンに向かって、そうですね、今ね向き合ってますね。はいはい、もう本気で仕事取りに来てますからねこっちは。はい、うん、まあ、これ以上辛い現場ないと思うんで今日みたいなひどい、ね、ひどい展開っていう意味では、はいはい、本当そうな。だから大丈夫だと思いますよ。はい、ということで、まあ、今回このような結果になったんですけど、次回も勝てるとは限らないですから、うん、はい、本当にパチンコ舐めとったらいけんぞ、うん、な、そうね、ということで、今回我々は勇気を持って、うん、高田の馬場へ帰るっていう決断をしたいと思います、はい、ということで本日もご視聴本当にありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。